Japan's notoriously difficult taxi driver exam. One fellow from Ghana kept trying until he passed. That's Karim Hassan Abdul. Let's find out how taxi company Hiromaru Kotsu supported this foreigner throughout his journey to become a taxi driver in Japan. In order to become a taxi driver, you must pass a street geography exam and obtain an ordinary vehicle class 2 driver's license. Only about 40% can pass this difficult exam. In addition to roads, intersections, and buildings, you must memorize where train stations and bus stops are. You have to remember where these places are on street maps. Karim Hassan Abdul kept trying until he passed the exam. It took him 83 times to finally pass. How was Hassan able to keep on going, even when it seemed impossible? Let's find out. NAV Connects for Africa and the World. 今回は、日の丸タクシーさんのところに来てますよ。ガーナ人初で日本でタクシーの運転士になれるということで、どうやって興味を持って、どうやって日の丸タクシーさんに入って試験を受けて合格したのかというのは、その経緯を探りたくて本日ここを参りました。ありがとうございます。はい。では、まあ、ショートカットっていうはハッサンと言います。ハッサンってはどこの人なんですか？そうですね、あのガーナから来たんですよ。え、ハッサンさんはガーナから来てどれぐらい今、はい、そうですね、2006年にガーナに来たんですね。どうやってそういうのをタクシーの運転手やろうと、ありがとうございます、まあ、意思を持ったんですよ。自分はね、うん、あの運転が大好きなんで、はあ、はい、あと結構、まあ、日本に来ていろんな仕事もやってたんで、うん、あのなんか運転手とかタクシーの人が見たら結構あの外人があまり見かけてないんですよ。黒人タクシー運転手があまりいないと、いないと思うんで、そしたら、まあ、お友達と話してハサン、タクシー運転手どうですかとか聞いてきて、やろうと決めた時に、うん、まずはあの外国の方、はい、日本で運転しているのは少ないと、まず大きなポイントなんですよね、はい、そしてその外国人の中で、まあ、我々系の黒人アフリカ系の方がやっぱり少ないと、少ないと、まあ、少ないと言ったらもう本当に割に入れないだと思うんですけど、それであのいろいろ問題用紙とか勉強とかというのを、まあ、日本語でしかないんだというふうに言われましてですね、はいはい、日本語学校とかも行ったことあるんですか？そう、日本語学校は一切も行ったことないんで、自分で勉強行ったことない、行ったことない、あの本当にあの学校日本に来て座って勉強勉強したことないですか？ない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 、全部で自分で。じゃあ漢字もひらがなカタカナもわからないわ。ひらがなカタカナ一切もわからなくて、自分でどん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 。すごい挑戦ですね。ありがとうございます。日の丸タクシーさんのところに来て、はい、それでじゃあタクシーの運転手になろうと、はい、それでそこにまあ出向いたのはやっぱりそのだからたのはやっぱり試験が難しい、はい。何年くらい通ったんですか、ここ、あの、あの、この滞在してこの学校。やめてよその話その話何年ぐらいっていうはね、あの頑張って頑張ってって言ったからね、大丈夫大丈夫です、あのね、時間かかってるけども、でもまあもう免許持ったの取ったまあ冗談冗談、それあのね、本当はね、猪丸コーチはね、うん、最高だよ。それはしてますよ、だってもう最高、俺も入学しようかなと思ってんで、ああ入学、ああ、まあ、いや 私が紹介してあげる、ああ分かりました本当に長くて大体2、3ヶ月は、はい、まあ、もちろんあの地理試験と本番のやつが3ヶ月ぐらい勉強してね、できるんですね、みんな皆さんそういう形でやってるんだけどね、はい、でも私が入ったら90ってなったら合格。ああ、そういうことね。でも勉強して、まあ、最初は70点ぐらいが始まって75、80点、まあどん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 上がってるわけですよ。あ、そしたらずっとストレスもあるんだけど、また下がってくるんですよ。下がってきてる、あ、また上がってる、それは今全部で、ね、なんでこんなこと聞いてるのかというのは、うん、継続は力ですよという皆様にしてもらいたいわけですよ。ああ、そう、
うん、もう本当に諦めちゃいけないわけです。諦めちゃいけないんですよ。挑戦なくして成し遂げられないことは一つないというのをみんな覚えてほしいで、あのもちろん地理の試験の問題用紙見まして、はいはい、あれも結構ね、多分俺も受かんないんですよ一生。あ、まあね、難しくて、まあねじゃないよ、そこは違うよ、受かるよって言って受かることはできる。でしょ、最初私は見たらね、何で受験を受かった、私は見たら最初はね、まあねて、め、あ、本当には多分試験はまず地理試験別、地理ね、地理試験は別、うん、はい、それ合格しなきゃダメわけですよ、ね、ダメ。次の試験は何ですか。あのそれは二種免許の、ああ医師免許、二種免許、二種免許、あ、二種免許、そう、それがタクシーの、タクシーの免許をもらえるの、それはお客様が乗せてお金がもらえる免許。一番難しかった試験はどこなんですか。あの地理なの、あの二種それまた聞いてるんだ一番全部難しい。でも地理試験はもともとはね、うん、まあ勉強して、まあ、道とか覚えたらいけるんですよ。でも二種免許はルールとして日本の法律の、まあ、分からなきゃいけない言葉なんで、あ、そうですよね、そう、だから法律の言葉ね結構分かると思うんだけど、すっごいなんかあの使って専門用語が多いと、そういうことですね。もろもろこの試験を受けて何回で合格したんですか笑ってんじゃねえよ。それは、あ、本当に笑うことなんだけど、笑ってんじゃねえよ、まあ、数えてるいけるなのに大体ですよ、大体50、60回ぐらいなんですよ。でも本当かよ、え、やめてくださいよ、本当じゃない本当かよ。もう俺ちょっと聞いて話、い、俺で調査したんだから。ああ、そうですねあのもう面白いことは言っていい、いや、言ってもいいよ。大体なんか83 83って言ったらハッサンになっちゃうよ私の名前で。そうです、ハッサンだよだからそこもそうなんで、83という形というのはハッサンっていうまでならないと、あの受からないんじゃないかという神が決まってたんです、ね、それも考え、神様がね、だから本当にありがとう、おめでとうございます、ありがとうございます。それで今後でですね、まあ卒業間際なんですが、はい、卒業できてくるんですよ、はい、それ卒業後、まあ、あの運転手になるんだ、どういう気持ちなんですか。あのあ、最初に拾うお客さんとかっていう、本当ね、あのワクワクしてるんですか。まあ、ワクワクっていうのはね、ちゃんと犬丸コーツが本当にやってる会社なんで、まずあの丁寧な言葉、あとちゃんと運転できるかどうか、路上とか全部で見てみますので、うんうん、あと今路上が出てるのに、あの、まあ、ちゃんとお客様乗せる感じで、うん、あの教官や教えてくれるので、うん、それはもう今までも本当に最初緊張してて路上始まる前にで、うんうん、でも今言葉遣いとお客様乗る、まあ、会計とか、あとそれ本当にあのスマイルとかで やることは全部できてるから、まあ、最初の自信持っててあのスタートしたい、スタートしたいの、いつでも、いいことですね、はい、あとタクシーだけでなくて、うん、本当にあの誰でも偉い人とかハイヤーとかどこでも運転ができるように、まあ、自分でできる限り、はい、あの、まあ、サービスの精神、サービスの心を持て、あの日本で、はい、あのパイオニアとして、大きい話だよ、はい、パイオニアですよ、パイオニアとしてガーナ初なわけですよ、ガーナ初、私、いいでしょう16年前に日本に来てるんですけど、ね、遡ってね、16年前に、それでもう本当にどんな仕事をしてきたんですか。例えばタクシー運転手になるまで、うん、日本に入って最初はサッカーやろうと思ったんで、ああ、さっきのね、そう、それでサッカーのこともまああの免許とか取ったあるんだけど、あの監督の免許とか、ああ、監督なる免許ね、そう、子供たちに教える形に考えてたんだけども、まあ、サッカーもやってて、お仕事が始まるのはなんか、まあ、工場で最初に働くところ、そう、工場で、まあ、フォークリフトで、あの、いろいろ移動したりとか、まあ、工場で作業したと、そう、それがやめて、やめてね、うん、そしたら、まあ、あの、アフリカン系の食べ物とか、うん、買ったり売ったりとか、うん、そういうところが
まあ、材料ね、材料もやってたんで、それがやってまたあそこでガーナから輸入してきて、あのさばいてる、さばいてる、そう、はい、それをやって携帯とかその時はもうあの、まあ、売ってたりし、直すとこもできる、できるから、あ、まあ、電波がダメ、それが向こうに持って行って、あ、直して売ったりとかっていう、そう、そしたら、まあ、2013年、そしたらあの2013年で、アップル、あ、アップルの企業の入社して、入社して、まあ、アップルで、まあ、働いて、あそこで、まあ、あ、アップルが、アップルが最後のとこなんですかね。あ、そうですね。でも、あの、その、あの、もう、アップル行く前にコストコも与えられたの。もう16年だ、16年だから、全部ね、うん、覚えなくてもいいわけだから、はいはい、いろいろ経てきたわけだから。コストコ働いて、でしょ、アップルも働いて、それで、まあ、最終的に、ここにたどり着いた、うん。そう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 。でみんなたまに聞かれる、なんであのアップル働いて、うん、コストコも働いて、またタクシーにやると、せっかくが好きなの、もうアップル、あの、まあ、せっかくお客様と一対一も話するし、コストコも、まあ、お客様も話する言葉もあるなんだけど、あの、まあ、タクシーとしていろいろやりたいと、いろいろ運転してお客様と、あの、まあ、日の丸タクシーさんの教官たち一同、はい、もう社長から会社きっかっていうところで、どんなメッセージを、感謝のメッセージを持てるんですか。井の丸のタクシーの、うん、あの、要はガラスのお城で書いてある言葉があるんだけど、うん、腕よりを心で運転。ああ、はいはい、あ、そういういいことは、ね、社訓、社訓、腕より心で運転、心で運転っていう。83回で合格しました、はい、その83回受けて合格した時にどんな気持ちだったんですか。本当にやっぱりね、知ってると思う、何回何回試験が行って、はい、座っててピンポンピンポンポンパー見て215、うそ、俺し番号、そしたらその結果が、うん、多分ね、分かってんだ、黒人がね、この西免許取るは、はい、あまり珍しくてね。そしたら、いいよ、大きい大きい。え、本当はこれ、警官もあなたの番号分かってたんだ。分かってた。そしたら、こうやって笑ってて、もう一回、すいません、これ、はい、本当に、そしたら、本当に汗かいた。あーね。座ることはできない。なんかちょっと、おかしいと思った、うん。夢のような話だと。夢のよう、本当ね、あの頭の中にもう何にも考えてない。一番海外ことはね、日の丸電話したらどうなる、多分皆さんも信じられないと思う、信じられないだろうと。でも出て会社に電話したらね、おはようございます、井の丸校長、井の丸校長、あなちゃん、あやずきよってハサンでございます、うん、はいって言って、そしたら、まあ、次は今日何点ですか、そしたら私が、あ、聞かれるのはね、会社から、会社いつも聞かれる、最初に、おはようございますって言ったら、もう次は何点ですか、何点ですか、元気ですかじゃないんだ、元気ですかじゃないんだ、あの、それはもう80何回ぐらいで聞いたら、もう疲れてるよ、疲れてるよ、もうね、元気ですかじゃねえよ、もう早く何点ですか。電話で、そしたら、あの、私が言い間違いかもしれないって言ったの、もしかしたら今ね、受かってるって言ってるんだけど、あの、免許を待ってる前で、そしたら、裏で聞いて、内田先生とかみんな、わーとか聞いて、みんな喜んでくれてるね。喜んでくれてるんだけども、そしたら、携帯また見て、朝ね、有名じゃないかな。そしたら頭、これもう一回やって、有名じゃないんだから、そしたらもう一回歩いて、警察官のところ行って、すいません、本当ですか、その警察を本当に面白いと思ったんだよね、私が聞いてることを。それからまた、いや、私、待ってる、本当に免許証もらえるまでに、もう信じられない、本物見ないとダメだ、本物見ない、本当ね、免許もらったじゃないですか、はいはいはい、私出るよと思ったのね、警察官が呼んだの、うん、本当にもしかしたら間違いかも分かんない、あ、本当に、あの、戻りたくなかったの、 あの、階段があるのね、降りるとこ、あ、ハッサンさん、ハッサンさん、そしたらすぐ、え、私、ほう、待ってって言って、うん、まあ警察官でね、はいはいはい、何に呼ばれてるか分かんないでしょ、分かんない、もしかしたら間違えると思ってるから、私が本当にあの免許返そうとかって言う、そうだよ、超びっくりしたんだよ。それがなんかすごい悩んでた、え、どうしようどうしよう、そしたらハッサンさん、
本当に素晴らしい、ありがとうございます言ってきたの。あ、やっぱりね、みんなすごいと言ってるから、すごいよ。あのね、その日はね、嬉しすぎて。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。Normally, it takes about a month to become a taxi driver in Japan, but for Hassan, it took a whole year. Why did the company continue to invest in Hassan during this period? We asked Hinomaru Kotsu Safety Headquarters Training Section Deputy Director, Mr. Uchida Hidetoshi. 本日は4名ということで、はい、私の目の前で迫力のある話、メッセージを発信して、はい、本当にまず、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ハサンという、はい、まあ、珍しいだろうと思うんですが、はい、そこにもう卒業生と。卒業生、ね。もう本当に苦労なさったようで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。タクシーの、はい、まあ、最悪の場合は俺タクシーの運転手になればいいだと、はい、思ってる人も今、要は簡単と思ってる人がいっぱいいるんで、はい、やっぱり簡単ではないと、はい。やっぱり簡単ではないんですよね。難しいんですよね。あの、タクシーっていうのは、みんな思ってるより。何を難しいとするかというと、本当は簡単にできてしまう仕事なんです。あの、ね、端っこ。運転だけならばね。運転だけならば。はい。だから簡単に今までやってきてるタクシードライバーさんたくさんいるんですけど、それをプロの仕事として、自分がちゃんと認識をして、ハンドルを握れるかどうかっていうのが、まあ、責任も持って、そうですね。それがまあやっぱり学んでるというところですね。はいはい、日の丸コートさんはダイバーシティを結構、ね、重視しているという、はい、いろんな、まあ、初めてですよ。私たちはあの、はい、こうやって外国の方がね、こう入って勉強していると、はいはい、あの、どうしてそこにまで我慢しようとしているんですか。どうしてそういうダイバーシティを展開しようとしているんですか。はい、何か そこの先見の明って何かあるんですか。うん、そもそもダイバーシティって少数派にも目を向けることじゃないですか。そうですね、はい、はい、で、そうすると我々の仕事そのものが、そのお客様は多様な方なので、うん、例えば少数の方に対して、まあ、LGBT の方もそうですし、まあ、そうですね、はい、外国の方もそうですし、誰だろうがね、はい、あのドライバーさん側に偏見があると適正なサービスは行えないですよね。はい、どのお客様に対しても平等であるというサービスを展開するためには、そもそも会社の風土としては、そのまあ言葉としてはダイバーシティを使ってますけれども、偏見を持つような風土があってはダメだということで、まあ広げて、まあ一方でそのお客様目線ということでいうと、ハッサンのような方が現場でご活躍いただければ、アフリカの方、お客様としてお乗りいただいたときに多分ご安心いただけるんじゃないですか。まあそうですよね。対応している人がアフリカの方が、はい、っていうのを日本でやってるっていうのも、やっぱりそれもグローバライゼーションっていうの一つですよね、はい。そうですね。お客様の目線というところを重要視したときに、その経費がかかっても仕方がないというふうな目が持てるかどうかっていうのが、やはりあの経営判断によるもの。そこは先見の目というところに。私はそうである。私の決断ではないんですけれども、ね、うん、まあ、あの私の上長、まあ、社長を含めた上長たちがですね、それを良しとしてくれているので、まあ、思い切ってできたというのが。でも結構やって結果出ていくというのもやっぱり嬉しいですよね、はい、めちゃめちゃ嬉しいです。本当、あの私もともと結構感情がすごいタイプで抑えてるんですけど、あ、そうもう子供のね、スポーツなんか見たら大変です。おお。でも抑えて豊かじゃないですか、はい、なんですけど、もうそれこそハッサンが合格って、たまたま私だと普段私取らないんですけど、うん、たまたまその日私電話取って、うん、ハッサンから合格しましたって言われた時、うん、周りがびっくりするほどしゃがん、よっしゃ言っちゃいましたからね。ハサンさんはもうやっぱり、はい、あの前に、まあ、彼はもうポロって名前出たんだけど、はい、その会社名、はい、前に行ってた学校、はい、そこでまあお前もう、まあ、なんて言ったら合格なかなか取れないからやめた方がいいんじゃないのかと、はい、まあ、言われされたらしいなんですよね、はい、まあ、そこがまあ調べてね、あの日の丸さんの方にあの入ってきて、それで相当長引いた、うん、どうしてそこに同じ
ことを告げられなかったんですか、どうして我慢できたんですか、いや、そこまでは言わないです。というのは、うん、ハッサンの捉え方一つなんですが、うん、私たちもハッサンにも含めてその機会は与えてます。やめた方がいいんじゃないの、うん、というのは機会としては持ってます。ただ、はい、根底にあるのはやめてほしくない。で、何を返ってくるかによって続けるか続けないかを決めます。で、例えばやめた方がいいんじゃないのは言う時にも私たちの目線では言いません。今までにも発散以外にいました。やめたい、もうこれやめた方がいいんじゃないのって言った時に、うん、本人がやめますって言ったら、もうそこの熱意がそこまでだということで、ああそういうことですね、はい、うん、それ以上苦労しても本人のためにならないという目線で、じゃあやめようかっていう話をしますけど、ハッサンはそれがなかったです。ああそうですね、僕がやりたいですっていう話だったんで、だから私はある時に一斉にメールを社内かのか、うんうん、グループの中でグループのね、はい、会員ですよね、スタッフ、教習のスタッフにそういう言葉が返ってきたので、全員でハッサン応援するぞっていう一文をとりあえずある日流したのを覚えてます。あ、はい、でそこからもうみんながすぐに返してくれて、分かりました頑張ります、分かりました頑張ります、もうそこからもう一丸でした、ね、そこが、まあ、彼のやっぱり、まあ、継続力、継続は力という、はい、まあ、証明できたんだというところですよね、はい、まあ、皆様の協力、彼も本当に感謝、ハッサンさんはここなんかもう感謝しきれないみたいなんですよ。嬉しいですよ、本当に。彼より今日嬉しくなってる人はいねえだろうだと、ね、はい、先生先生、さっきほら抱き合ったわけですよ、はい、俺見てたから帰る時に一番長い選手、あ、選手というか生徒と言われたんですよ、ね、はい、そう、一番長いんだ一番長い間違いないです、一番長い。いや、じゃあもうね、嬉しいよな。嬉しいもあるし、ちょっとやっぱり他の教官も言ってましたけど、やっぱり寂しいっていうのもちょっと正直ありましたね。そういうアフターという追求していくという、まあ、自分で送り出した息子、はい、娘に例えれば、はい、追求してちょっとどういうふうにやってるのか、そういうの見れるんですか、ね、あ、いつも見てます。あ、そうなんですか見られるの嫌だっていう人もいるけど、うん、見るよって言ってあ、そういうシステムもあるんだ。はい、見てます。はい、あ、で、まあ、ちょっとこうね、売り上げが上がってきたなとか、うんうん、で、上がってったのに下がっちゃったなと、なんかあったなと思ったりとか。ああ、サボり始まったんだ。いや、ね、まあ、サボる人もいるかもしれないけど、大体はお客様に厳しく言われて、お客様探すのが怖くなっちゃって、あ、トラウマになると。トラウマとまでは言わないけど、ま、ちょっと怖いな。あ、もう慎重すぎちゃうっていうか。そう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 。あ、そういうのあるんだ、うん、本人と聞き取りすると、あ、この間ちょっと怒られちゃって、気にしない、頑張って行ってきなって言ってまでこう上がっていくとかあ、落ち込んじゃうんだやっぱり。落ち込んじゃったりする、言われちゃうとね、はい。最後に日の丸校長さんから卒業できた生徒に向かって、はい、そしてこれから、はい、まあ、希望を持って日の丸校長さんで勉強しようというメッセージが何かありますか。まずは頑張って生きよう。タクシードライバーとして生きることは多分大変な毎日だと思いますけど、必ず自分の将来を作ることになる。だから頑張って日々を生きてください。一生懸命やってみてください。まずそれが。あとは今後もしタクシードライバーを目指すような人がいたら、一生食べていける仕事です。大変かもしれないけど、職人さんと一緒、一回技術が身につくと体から離れません。自転車乗れるようになるのと一緒、一回乗れるようになったらずっと乗れる。で、それ乗れるようになるまで転ぶかもしれない、怪我するかもしれないけど、頑張って毎日やると70歳になってもやっててよかったなと思える仕事になると思います。ぜひ頑張ってみてください。はい、機会あればお待ちしておりますので。 As he's completed all the requirements, Hassan will graduate today. はい、おはようございます。終了証書、カリム・ハッサン。
ッサン・アブドゥール殿以下同文であります。おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。日の丸プロジェクト足立配属になりましたハサンです。本当皆さんありがとうございます。本当にこの長くなって迷惑かけてるんで本当に申し訳ございません。本当に一番大事にいるっていうのは大事のことを安全を持って長くこの会社にいるようにしたいの。本当にそれだけに向いていたいんで、あと社長さんと皆さんにありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にはい、本当にありがとうございました。今日の、卒業のことが絶対に、忘れないことなんですよ。これからもまだ終わってないから、これからがお仕事になるんで、安全運転見てきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。Let's follow along as Hassan goes on his first few rounds as a taxi driver.In the morning, the drivers must take a breathalyzer test and report basic health information. Before heading out for the day, drivers inspect their cars. He checks the tire pressure.Polishes the car. It's time to head out. Almost immediately, Hassan picks up his first passenger. She seems to be in a hurry. Can he get her to her destination in time? こっちから入ります。こっちの左です、ね、左一番左で左につけて、はい、
私はともかくミュージアムに間に合わないのがとても辛いわけです。すいません。そこで止めちゃって。はい、どこでここ。そこで止めちゃって。降りるから私。はい。それでお兄さんついてくれ。いいからいいから。うん。ごめんね。はい。運転手の感想を聞かせてもらっていいですか。とってもいい人だけどやっぱり慣れてなくてかわいそうだった。私が忙してごめんなさいね。ありがとうございます。Hassan was able to get the passenger to her destination. Now it's time to look for the next one. Hassan already picked up his next passenger. Let's see what happens. 左行き坂、左曲がり、分かります？行き坂、左曲がって、左曲がって、分かりました。あの、分かります？行き坂、あ、分かんないけど、僕はあの道知ってますから。かしこまりました、教えてもらって、ありがとうございます。通るっていうか、あのいつも帰り道なんで。かしこまりました、はい、すいません、申し訳ないですね。いや、びっくりしたな。はい、すいません。いや、大丈夫。まあ、あのタイミングがちょっと後であのフィードバックしますので、ね、申し訳ないです。あの僕はあの いいとこに車があって、荷物重たかったから良かったなとか思って。ああ、すいませんでした。日本語全然大丈夫。あ、全然大丈夫です。すいません。全然大丈夫です。どちらの国の方なんですか。ガーナです。ガーナチョコレートの国です。すいません。ガーナっていうと、アフリカだとどの辺ですか。そう、西の方です。あ、こっちの方だ。はい、西海岸というか。そうですね。あの、一番下の方。西の一番下の方、はい、あのちょっと出っ張ってる。出っ張ってる。はいはいはい。あ、そっかそっか。とりあえずね、ずっとまっすぐ。あ、かしこまりました。行くと、あの後楽園ののところが、ちょっとその間を通り抜けて、そのまま、そうすると坂になってますから、はい、そこ登ってってください。かしこまりました。もうあの長いんですか？そうですね。日本に来てタクシーの運転。そうですね。ちょうど15年で日本で来て、でもタクシー運転者がもう、あの今日3回で。じゃあ今まで違うことされてた。あ、今までは全然違う仕事にしてるんで。はい。なぜタクシー。そうですね、あの今みたいにお客さんとしゃべってるとか結構いいかなとか、のあと運転も大好きなんで。あ、そうなんだ。そうですね、あの運転がしてて、まあゴールド免許とかなってけども毎日運転してるから、うん、そしたらチャレンジして運転タクシーが、まあなかなか外国の方がないなので、うん、そしたら、うん、チャレンジした今できてるね、うん、はい、語学っていうか、あの日本語とガーナ語とあと何かできます。 あとちょっとフランス語で、あとガーナってもしかしたら元フランス領。あ、そんなことないですね。まだ、ま、あの国民地は、うん、あのイギリスなんですね。イギリスなんです。はい、あの僕なんか右側の方がいいんですね。こっち大丈夫です。そのまま右側ですね。ここ大丈夫だと思う。あ、ここですね。ここでそうそう、右に曲がって。はい、かしこまりました。僕も車運転しないけど、はい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 、この道はあの結構分かりやすい、乗っけてもらってる。分かりました。そのまま真っ直ぐでいいんです。真っ直ぐその坂があるじゃないですか、目の前。 あ目の前、あれが、これが行き坂です。おー、はい、行き坂って、行き坂っていうのはこっちですよね。行き坂っていう坂、ここに書いてある。はい、書いてある。坂って行き坂って、あ、書いてある、書いてある、行き坂です。おー、発車します。左の方が行ってもいいですね。そうですね、あのあの一番左ですよね。はい、で、あと蔵前通りっていうところを下がっていってほしいんですよ。はい、そのまま真っすぐだと白山通りになっちゃうのかな。はい、なんかそこに書いてある。はい、蔵前通りってもうちょっとこれをずらすと出てくると思うんですけど、地図を。あ、これですよね。あります、蔵前通り。その左側の方じゃないかな。あ、こっちからですよね。あ、まあ、言います、まっすぐ、まだそのまますぐで、はい、このまま左に行ってください。はい、かしこまりました。障害物があるから。あ、今矢印の方です、ね、そう、矢印の方、そう、はい、かしこまりました。 それで道なりに左に行く、こっちが左ですよね。一番左側に、はい、はい、あ、蔵前通りで出てきます。蔵前通りです。はい、はい、かしこまりました。あの人がちょっと結構この辺駐車してるんですよね。はい、そうですね。結構でこのまま真っすぐ、はい、蔵前通りをずっと、はい、はい、
そのまま下ですよね。通り過ぎて、はい、まっすぐです。はい、かしこまりました。あ、もうちょっと行ったら清洲橋通りを右折してほしいんですよ、はい。あ、かしこまりました。はい、もうちょっとで右折なんで、はい、こっち側の車線で、はい、で右折してあの止まれるとこで止まって、はい、そこで降りたいんですよ。あ、かしこまりました。こっちじゃなくて一番奥ですよね。うん、これじゃないもう次の信号。あ、かしこまりました。次の信号を右側ですね。はい、右折したところで、はい、あの降ろして。こっちですよね。ここです。はい。はい、あの後ろの車でも大丈夫ですね。この辺で、この辺で結構いいですか。はい、大丈夫です。はい、すみません。はい、ありがとうございます。それ、今日彼の運転はどうですか。全然大丈夫。大丈夫ですか。ただ道は知らないけど、あ、道は知らないけども、あの僕なんかあんまり荒い運転ダメだから、はい、優しい運転で大事。ああ、あと、じゃあ、地元道を覚えてもらわないと、うん、これからですね。そうですね、道覚えてもらって、ただあの、うん、優しい運転でいいと思いますよ。はい、結構あの、荒い運転する運転手さんいるけど怖くてあんまりあのそういうのダメなんで、はい、あのちょっと疲れること気合いが高いんですが、あの、はい、入った時に、うん、アフリカ系の外国の方がタクシーの運転手してるっていうのを気にしなかったんですか。全然分かんなかったあとこれ前から来たじゃないですか。あ、そうですね、はい、でも全然知らなくて、はい、入ってお願いしますって言って、それで、うん、あなたが来て分かった。ああ、そういうことね。全然いきなり来ちゃってね。別に何でもないっていう。関係ない。関係ない。関係ない関係ない。Hassan was able to deliver his passengers to their destinations. It looks like he's off to a great start. If an African customer were to ride in Hassan's taxi, surely they'd have peace of mind.Hinomaru Kotsu understands the importance of investing in global talent. Hinomaru Kotsu wishes to be a bridge between Japan and Africa. Hinomaru Kotsu is accepting applications for new drivers. Foreigners and inexperienced drivers welcome. For further details, please visit their website.